田林線は、台湾昇華県、田中鎮と二臨鎮を結んでいた、台湾東京鉄道の京弁鉄道路線の総称、台湾東京公式継修東省、後に、京湖東省が運営していた。田中に臨線、または、京州を境に東を、田中線、西を二臨線とも称する。元は、現在の昇華県落水系北岸一帯に、開発された。 林本源政党による佐藤木美農園と慶州政党所の工場輸送を兼ねた価格混合輸送から開始した。最初の10年で旅客数は10倍以上となり、1日平均約440人の輸送人員があったが、1920年以降は総督府の施設鉄道政策による加藤競争や物価上昇に伴う運送費用増加。 乗り合いバスの台頭で大きく落ち込んだ。1930年代になると国際観光局による観光旅行が推奨され、1935年の台湾博覧会に合わせて日本人の渡航者向けに観鉄との周遊ギップが発売されるようになり、沿線でも北都街、二輪省などが降落地として日本語でも紹介され、二輪から砂山省の海水浴場へ連絡バスが、 運行されるなど、観光路線としての性格を強めていき、1937年には、輸送人員31万8000人、旅客収入390万6364円に達した。日中戦争の激化で、台湾でもガソリンの統制が始まり、自動車輸送が縮小するのを尻目に1941年には40万人を超えるなど再度ピークを迎えた。 農産物輸送では初期は脱水系の氾濫などで収穫量自体の変動が大きかったが第一次世界大戦に伴う穀物価格の高騰で輸送量が増大。1919年にはピークを迎え4万1637トンに達した。二輪事件の影響で路線が円水港政党に譲渡されたり、1930年代の自動車の台頭で その後1万トンまで大きく落ち込んだが、放来米の日本への旺盛な輸出需要で、米輸送に限ると1939年に4万トンを記録するなど急成長を遂げた。1943年、大日本帝国軍の陸軍中将だった遠藤三郎の提唱により、日本軍は台湾を不沈空母とすべく、濁水系流域に3つの飛行場を整備した。道路線付近に、 北斗飛行場と二輪飛行場が建設され、戦時中は軍事輸送も担うことになった。戦後は空襲で壊滅的打撃を受けた、古備、慶州、慶子の工場も1947年末に再建され、道路線も大東の管轄下となった。南北平行予備線の計画が始動すると、東方は 6.5km の新線により計、周東省に推薦が、 南投東省に水泉と南方は西田大橋を含む 4km の新線春港により計で小尾東省二島線と連結された。その後大東の財務悪化により計周東省は経古東省に統合、旅客輸送もバス事業者の陰林客運との競争で劣勢になり1970年で旅客営業が休止となった。 貨物輸送もモータリゼーションの発達に抗えず、数々の水害も重なったこともあり、1979年に西田大橋区間で、1984年には西田線区間で軌道を撤去し、営業範囲を縮小していった。田頭水門士館として使われている、大東、田中駅車所在地は廃止当時のもの。ありがとうございます。